朝ドラいただきました。黙々と煙を上げる阿蘇山から恥ずかしいなこれ。流れ出る湧き水が溢れる町阿蘇。阿蘇っていいですよね。癒される。水気巡りの町として有名で、その名の通り水のきれいな豊かな町中にある阿蘇神社。朝早くから作られる阿蘇ドラは阿蘇の水で小麦、小豆を洗い炊く。飴を作るには水の吉原氏が決め手である。どら焼きの飴が美味しいわけは豊かな土地の恵みにありました。中野が後でいただきます。ありがとうございます。本日ザ・ギフト・オブ・ティーいただきました。何かと言いますと、中野一人で撮っております。いきますよ。今から飲みます。すごく濃厚です。すごい色してるよね。緑になるかもです。渡辺さんどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。死ね死ね死ね